松竹山古墳群松竹山古墳群の一松竹山古墳群は大阪府柏原市国分市場にある古墳群。一基が国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財、柏原市指定有形文化財に指定されている。松竹山古墳大阪府東部大和川左岸の松竹山丘陵場に映像された古墳群である。 中心的古墳である松竹山古墳など9基以上の古墳で構成される。松竹山古墳、茶薄塚古墳以外の古墳は、宅地造成により消滅しており、内容の詳細は明らかでない。古墳群のうち、松竹山古墳は大型前方後円墳であるが、その他の古墳は小規模な円墳、豊墳になる。松竹山丘陵の西から東へと映像され、 築造に際しては大量の安山岩、玄武岩の遺体紙が使用される。特に、松竹山古墳は遺体し積み、石棺形式、立石、大円形円筒埴庭の点で、全国的にも得意な様相を示す古墳であり、その他の古墳も小規模ながら豊富な副装品を伴う点で注目される。この、松竹山古墳群は、 古墳時代前期前曜公用頃の3世紀末マイナス4世紀後半頃の映像と推定される。柏原市域では、南西の玉手山丘陵においても、同時期の大型前方公園墳群として、玉手山古墳群の映像が知られるが、両古墳群の内容は大きく相違するため、同古墳群とともに、古墳時代中期の山と大王母の映像以前の、河内地方の様相を考察する上で、 重要視される古墳群になる。また、江戸時代には松竹山から船氏を御坊氏が出土したといい、都来系士族の船氏との関連を指摘する説もある。古墳群のうち、松竹山古墳の古墳域は国の史跡に指定されているほか、多くの出土品が国の重要文化財、柏原市指定有形文化財に指定されている。 チャウスズカ古墳湿度三角延新住居柏原市立歴史資料館展示ありがとうございます